このビデオではグリッドテーブルズデラックスのほんの一部のサンプルをご覧に入れます。青のカラースキームになっておりますけれども、ちょっと見ていただきたいんですけれども、マウスオーバーします。はい、こんな感じですね。これが一つの例なんですけれども、次の例はこちらですね。こちらの リボンですね、右側にリボンがありますけれども、こちらもさまざまなスタイル、デザインを選ぶことができますし、カスタムのデザインをアップロードすることもできます。まあ、ボタンも同じですね。はい、まあ、ここまではテキストだけを使っていたんですけれども、このようにですね、イメージ、レスポンシブのイメージを使うこともできます。でボタンは PayPal ボタンに、対応していると。はい、そしてビデオですね。ビデオを使うこともできます。まあ、オーソドックスなテーブルですね。コラムはですね、最大5つまで横に増やすことができます。この列はですね、それぞれの項目がありますね。この列は無制限に追加することができます。はい、こんな感じですね。まあ、これを見ていただいて気づいたと思うんですけれども、まあ、テキストだけではなくイメージ、そしてビデオを使うこともできると。はい、これまでにですね、見たことのないですね、グリッドテーブルを作成することができると思います。なお、デザインですね、リボンとか注文ボタンですね、これらはカスタムデザインをアップロードすることもできますので、非常に、応用範囲が広いと。あなたの想像力でさまざまなですね、スタイルを適用することができると思います。はい、ありがとうございました。